ああ、靴紐もほどいちゃった。殺人現場か。死亡時刻は大体夕方の5時。被害者は鈍器のような男で頭を殴られて死んだ。容疑者は2人か。二階堂拓人、昨日の夕方5時、何をしていた？僕は昨日漫画喫茶で漫画とお茶をたしなんでいました。じゃあそっちのお前は昨日の夕方の5時何をしていた？僕は生まれた時から腰が悪くて昨日腰の病院に行ってました。ほらこの通り。じゃあその杖がなかったら歩けないって僕は？そりゃそうじゃないですか。ああ、つまりお前はそのドンキであの被害者を殴ったんだろうか？違う。ほら証拠に違う。おい、こいつ、お前裏から呼ぶ。そうだ、俺の高一のびのびは。あれだ、エクスプロージョン。うわうわエクスプロージョン。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 うわ家で親も泣いてるぞ。ごめんなさい、エクスプロージョン。僕はニートで親が泣いています。ごめんなさい、タックル。